アマロフ実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回はこのガンダム四天王デッキ、最強ガンダム四天王デッキで、やっていくんですけど、武装に関してエテポンゲ軍団の一人から直接電話がかかってきました。はい、電話がかかってきました。内容はというとですね、この配乳ガンダム、まず配乳ガンダムの件に関して、エテボゲ君、君配乳ガンダムのフィンファンデルのやつ、あれ縦聞かないんだけど、知ってるのそれ。で、ビームライフルはあれ強いんだから使ってないみたいだけど、それ知ってんの、ちゃんとそれね。いや、分かってて、ネタで、いつものネタで分かっててやってるんだったらいいよけど、という、電話がかかってきました。はい、そしてさらに もう一度電話がかかってきて、言い忘れてたけど、デボンゲ君、あれ量産型ニューガンダムインコム使った方がいい、あれ知ってんの、あれ。いや、知ってたらいいんだけど、あれローゼンズールのファンネルとほぼ一緒だから。そしてローゼンズールのなんでインコム使わないの、あれ。アホなの君。何年ガンダムオンラインやってる、アホな。きっしょ。で、あれ使って、だから基本的にインコム使ってから、ジャマー使って、でフルオートのあれで倒すのがいいと思うよ。分かっててやってるんだったら、いいんですけども。そして、これ、はい、ニューガンダムの量産ニューガンダムはインコム使って、で、バズーカ撃ってスプレーだから。分かってんだったらいいけど、アホなん、お前。お前、アホなん。という電話がかかってきました。はい。はい、正確には3回ほど電話がかかってきました。ってなわけでね、まあ、コメントでもね、結構いろいろと、武装に関してはね、アホなんというコメントが、多々ありましたので、今回はちょっと武装を見直して、本当のガンダム四天最強本当の最強ガンダム四天王デッキとして、やっていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっと新しい配置になったジャブローってのは、正直なところ初見です。これどうしたらいいんだろう。演習でもちょっとやってないですね。これ A から AXBY でこれ一直線で通るようだったら、これはもう初動突合戦になるのかな。しかしやっぱぶつかるよな、どう考えてもぶつかるな、これ。出撃する機体を選んでください。初動は様子見で GP01 で行こうと思います。これどうするんだろう。逆に CZ は多分距離的に後回しになるだろうな。 CZ は後回し、やはり A と B で割れるのか、これはどうしよう。とりあえず多い方に流れておきます。 B だったら B2Y かな。これ一直線でちゃんと通れるのかな。エテポンゲリハプティズム、いきます。やはりね、マップ把握ってのは本当大事なのでね。はい、ちょっとマップ把握、マッピングしながら、マッピングに定評のあるエテポンゲ、マッピングしながらここはやっていこうと思います。
そっちからも来てるな。うわー、数がすごい、数がすごい。あー、ここはちょっと負けましたね。拠点取り合戦負けました。ここは無意味な足は、無意味な足はごめんだぜ。あー、逆に北が通る。そしてここ、あ、ここから通れる。いやー、死にたくない、死にたくない。あ、あ、あー、なんか食らってた。うわー、けど北がちゃんと通ってる。北だったのか。しかしもうこっから北行くのは悪手じゃろうし。ちょっと待って、ビよし、ここは失礼させていただきます。これは B から出撃して、とりあえず2番、2と1のオセロかな、これ。2と1 A から出た方が早いかもしれない。そんでね、このハイニューガンダムなんですけど、このファンネル、これニューガンダムだとシールドを構えた状態のまま使用が可能なんですけど、このハイニューガンダムに関しましては、それ、殺せ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 、ハイニューガンダムに関しましてはシールドは構えられないらしいです。ニューガンダムの劣化版ですね、ニューガンダムの。そしてバズーカもね、なんか、なんだったらニューガンダムより弱いらしいですわ。クロスボーン、クロ、すげえ押し込まれてるな。うわー、1番も取られちゃったか。まあ、けどどっちか、どっちか、気合でどうにかなるのは1回までだな。そうだな、どっちか取っといた方、どっちか取っとかないと。北か、北をとりあえず押さえておくか。さあ、この本当の力に、本当の力に目覚めた。まるで蜜の味、そう、甘いですよ。ちょっとまだまだ慣れていませんので、まあ3分あれば慣れ、いかがかしら。強いんじゃないか、これ。これちょっと待って、これ強いんじゃないかな。こっちもいる、知ってるよそんなの、知ってるよ、見逃さないさ。今しばらく続きそうですね。これ強いかもしれない。連邦のモビルスーツの性能とやら、これ強いかもしれない。甘い出過ぎだ。一回引きます、スイッチ、任天堂スイッチ。忘れてください、ここは。今のは忘れていただきます。やったぜ、いや、戦える。北の方がちょっと楽しいかもしれない、これ。で、この真ん中のここが通ってくる。ちょっとバズーカがないので引きましょうか。あー、ダメか、ちゃんと引いとけばよかった。捕まえた、そこだ。よし、えっ、さあ、こいつをどううまく使うか。
もうこいつこれだけでいいんじゃないかな、この連射式。連射式のこれで十分強いんだから。他いらなくない？これ。踏みに行くぞ。よし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 、地雷、地雷がある。一人救ったな、今ので一人救った。さあカウンターじゃ。動きに言い合わせがありません。あ、待って、地雷がある。全然壊せない。まだだ、行くぜ。まだ撃ち続ける。あー、拠点見えてる。これも戦争なんだ。あー、ちょっと待って、拠点見して、拠点、あー、こっち、あー、なるほどね。裸拠点なのか。だからここら辺まで行けば普通に攻撃通そうと思えば通れるわけか。なるほど、通しませんよ。一人抜けようとしている。引いたか。よし、ここは失礼させていただきます。てことはやっぱ北押さえとく方が有利に展開は進められそうだけど、真ん中からだと、けど真ん中からだと2つその分散して攻めれる。ここだともう一直線しか攻めれないから、やはり2番取ってた方が戦略的には2番取っといた方がいいのかもしれない。このまま継続する。そして室内だから、ここはそのチャージバズーカとかの武器、あ、SR 連れてきたら北側から攻撃 X まで届くんじゃないか、容易に。で、2番での戦いはチャーバズとか爆発系武器をしっかり使用するっていうのがセオリーなのじゃないかな。けど結構ここで詰まっちゃうとそれもできなくなる。すごい、速攻撃たれる。速攻死にかけ。ありがとう。どうしたらいい、これ。多分ここいたらバカ撃ってくるだろう、普通。拠点はいただいたよ。敵が止まって見える。これは無理だな。誰もいない、誰もいない。あー、きゃー、きちい。ここ取り返すの相当きちいね。ま、そうやってね、ずっと守りに徹してればいい。攻めることもできず。しかし僕たち連邦軍は先に進む。何？そう、先に進む。あーし、いるよ、角に。あー、結構来て数が多いな。さすがにただでは通してくれないか。あ、すごい数。ダメだ、カウンター、すごい数だ。ああ、いきます。2番、
やはりその何この高低差を使えるっていう点では2番にキャンプ2番にそのキャンプ地を置いとけば動きに慣れていないのか。そう簡単には攻め、安心するのは早いですわ。やばい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 、ちょっともうちょっと使わせて、もうちょっと使わせてよ、もうなんてそうやってすぐ狙う、かつくわ、もう死にかけてるし。一回回復に戻ります。この戦場は結構オセロ的な要素が結構濃いですね。取って取られて取られて取って、あすごいか、あ結構壁がないからきついな。いやこれ持ち替えがないっていうのは相当いいわ。けどやっぱね近づかなきゃね当たりにくいっていうのはあるね。まるで蜜の味、そう甘いですね。近づける、近づ、間合いを詰めでさえすれば確実に隠れられちゃうな。拠点をダッシュした。まるで蜜の味、悪い人、そう甘いですね。あーいいなー、けどやっぱ止めれるっていうのは素晴らしいな。止まりなさい、逃げてー、あー行き過ぎた。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。ちょ俺もここ殴りたいんだけど。やる、ハイニューガンダム部隊、こいつを先に仕留めてくれ。よし、出てきたお前たちがいけないんだ。おっしゃ一気に行くぞ。ここの真ん中は多分普通拠点だから、いてえいてえ、ちょっと痛い、シュッ、横に立ってた、真横に立ってた、もうちょっとでゲージ溜まりそうだったのに。いい加減落ちてくれませんかね。多分こっち来るぞ、来てるな。どけ、少しばかり数集めたとて、そう簡単に勝てると思うなよ。よしよし、これでいい。あーこっちからも、こいつの耐久力をなめるなよ。拠点のダッシュに成功しました。連邦一のアーマーを持つこの、いやはー、走るパパパレット。捕まえた、そこだ。出撃する機体を選んで
完全に切れてる。あ、逆にこうこうこうのルートか。よし、行こう。あ、時間がない。これ、上ってあんのかな、これ。マッピングに徹します。ちょっと上っていうのはないんだ。上という概念はなさそうですね。うわっ、いやけど、ここさえここを壊してしまったらここガラ空きになるもんな。でこう通ってこっち行ってって感じか。やりました、我が軍の勝利です。いや結構これジャブロ面白いマップになったんじゃないでしょうか。うん、個人の評価を報告します。本当昔のジャブローはねちょっと嫌いでしたが、このジャブローは案外好きかもしれません。ブリッジで見せて、では今回はこの新武装にした。ちょいでエテポンゲ君、これ分かってんの？これ分かってんのやったらいいんやけど、アホなんって言われて、この新しくしたこの、武装にしたデッキ使ってみましたが、まあ汎用ガンダムはね、まあって感じなんですけど、この量産型ニューガンダムに関しましては、これはちょっと変わりましたね、見方が。何よりこのインコムから、攻撃することによって相手の動きを止め、ネットガンの効果がありますので相手の動きを止め、そしてこのバズーカとスプレーガン、これなんと持ち替え時間がないんですよね。それが最大級のメリットで、撃ってすぐにポンポンと撃てるという。いや、下手し、これ、排入ガンダムより、排入ガンダムかもしれません。こいつが。こいつの方が排入ガンダムなのかもしれない。え？はい！では、今回は、腕ボンゲ、分かってんねやったら、いいけど、それ、こうした方が、分かってんねやったら、アホな。でした。ご視聴ありがとうございました。